ありがとうございました。どうぞの皆さんでした。ありがとうございました。なんでしょうね、お昼も行ったんですけど、かっこいいっすね。かっこいいっすね。抱かれたい。抱かれたいよ。やめろ、それはいろいろ問題があるからやめろ。ということで、はい、さあそれではここからはキャストの皆さんに登壇していただきましょうか。ではキャストの皆さんどうぞ。揃いましたね。それでは改めましてゲストのご紹介です。伊藤鴨太郎役の窓の光昭さんです。どうも、伊藤鴨太郎役の窓の光昭です。よいしょ、よろしくお願いします。一周しましたね。すごいですね。どうですか国技館。いやすごいですね。なんか喋ってる時に後ろからも見られてる。そうですね、はい、後頭部を見られてるわけですよ。お尻見たな。そんな別に見られたからどうというものでも。いやどうでしたか、あのこういう大勢の感触、しかも四方を囲まれた中で。いや緊張しましたよ。まあ緊張しましたよっていうか後ろは見れてなかったんですけど、いや嬉しかったですよ。どこらへん8年ぶりにやってみて何か当時と変わったこととかってありました？いや当時ね、あの収録する時僕あの、まあ、正直あの銀魂っていう作品知らずに、うん、あの行ってでだんだん話が進んでいくとすごく感動する話だったじゃないですか、うん、そうですね。でみんなに現場であのスタジオの中でなんか銀魂ってすごくいい話なんだねって言ったらみんな一斉にうん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 、いやそれ、まあ、大輔がいやいつもはなんかうんことかしことかそういう話ばかりですよって言ったらみんなでうん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 って言ったのがこう印象的でしたね。あのねその通りなんですね。その通りなんです。あともう銀魂結構思い出が結構いろいろあって、うん、ほんで朝収録だったじゃないですか。そうですね。そうそう、はい、僕ちょっと早めに行って、はい、コーヒー飲もうかなと思って行ったらなんかほら取材受けてったじゃないですか。あー、はい、カパッと開けたら、ね、あ、取材やってるんだ、ちょ邪魔しちゃいけないな、ゆっくりコーヒー飲もうと思ってコーヒーを入れてちょっとコーヒー入れるポーションがなかったんで、はい、石田君に石田君ちょっとポーションを探してって言ったら死ねばいいのに死ねばいいのにって言われてまあ結構いつも僕、ね、ほらな仲いいから仲いいからいつも僕なんかほら石田君がいるとなんか楽しくなっちゃってちょっかいかけていつも僕が怒られるパターンでもうまた怒られたなと思って。ね、その死ねばいいのにっての言った記憶はもうすでにないんだけどそう言ってそう、うん、まあまあいつものことだからまあでもいつものことがいいんだけど、でその次の週に台本もらったら鴨太郎死んでるじゃないですかだから石田君予言者かお前はと思って。そうですね、予言してました。そうだからほら土方と決闘するときにさ、はい、土方って向かっていくじゃない、あれは俺心の中で石田ーとほらおいなんさっきもそうだったのかごめんそうだった。マドロさんがっかりですよそうだね、いたね、ごめん、それはないわそんなことないよそんなことない土方っていうのも 1% ぐらいあったよ。少ない、少ない。中井君どうでした。あ、膨らんでる。おー、立体的になっている。そうなんです、すいません、
楽屋で水に浸してたら大きくなりまして。やった。すみません。やっぱりね、大事大事、そういうの大事。でも仲良く来てくれてよかったよ。そうじゃないと俺一人ぼっちでドラにやらなきゃ、ね、ちょっと困らせてやろうかと思ったんですけど、さすがにそれはまあやめて。本当よかった。懐かしかったです、本当に。ね、懐かしかった。いいシーンですしね。そう、いい話。特にはひじかたーっていうところがすごいいい話だ。いや、だから石田じゃなかった、今更。1% じゃん、 1% じゃん。ひでえ、グダグダじゃねえか。ということで、ありがとうございます。さあ、そろそろですね、銀魂晴れ祭り2016カッコ仮も重要、早えよ。終わりなの？言わせろや。え、俺今来たばっかりだけど。残念ながらそういうことなんです。あ、そうなんですか。ほら、みんなえーって。これから3時間ぐらいやろうよ。終電、終電。終電ある人いるから。ということでね、最後に会場の皆さん、そしてライブビューイングをご覧の皆様に、我々からツイッター140文字でメッセージを送りたいと思います。後でね、これは順番にアップしていきますから、皆さん見てください。じゃあちょっと下がりましょうか。よいしょ、よいしょ。順番にやっていきますよ。はい、よいしょ。はい、じゃあまずは、まあね、お昼の部、これでちょっと流れが変になっちゃったんですけど、大丈夫でしょう。お、うん、ゆうちゃんから。おお、はい、大丈夫、大丈夫でしょうか。二度も同じことが起きるわけが。ちょっとあ、マドロさん。ここで楽屋でやってくれないかな。ちょっとお世話になって、ちょっとなんか、さっきの前回の、前回昼の部のところで、ちょっとこれの、趣旨がちょっと私間違っちゃったみたいな。間違ってないけどね。間違ってはいないから。ちょっと違うんだけど。ちょっとテンションがおかしかっただけかな。ちょっと付け足しをしたから。付け足し、付け足し。大丈夫。ちょっと書いてないことも入れて、気持ちを伝えたいと思ってます。なるほど。ん、はい、ルールそのものをねじ曲げてますよ。とりあえず聞いてみよう。ギースを、うるせえ、早くやれ。なんじゃこりゃ。ちょっと今日2回目でありがとうございます。マドロさん、これが銀魂です。こういうキャラなんです。これが銀魂です。マドロさんもお好きなことを言ってみてください。いやいやいや。そういうコーナーになっちゃうから。これはゆうちゃんです。メス豚。喜んでる、喜んでる。違う、そういうコーナーじゃねえからな。メス豚って言ったり、世の中クソだって言ってキャーって言われるのマドロさんだけですよ。すごいです。作品、別の作品だから。さあ、ということで、やっておくれよ。はい、じゃあやらせていただきます。ちょっと最初からもう間違えてるんですけど、ちょっとすいません。時間があるんだね。皆様こんばんはというところが入ってしまって、ちょっとおかしいんです、すいません。皆様、こんばんは。私、さっちゃんこと、そう、メス豚の、演じさせていただいてます、小林優と申します。大好きなこの銀魂という作品で、大好きなさっちゃんさんを、デビューしてから、10年間も演じさせていただきまして、大変嬉しく思っております。銀魂が永遠でありますようにお祈りしてます。そしてさっちゃんや、さっちゃんだ、むちょだけじゃなく、ここにいらっしゃる素晴らしいキャラクターの皆様、もうツイッター読んでないでしょ。それ書いてねえの。書いてないですけど、ゆうちゃん読んで。未来が、あと皆様の未来がですね、素敵なものでありますようにお祈りしております。それでは、もうこれにてメス豚は退場だよ。あ、失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。これがうまいこと編集されてるってことだね。これが170文字分ぐらいありましたからね。企画意図がずれまくっちゃってるんですけど、一人目からツイッターってこんなに。ちょっと間違えちゃった。ツイッターね、140しかないんです。無理です。うん、これがどうツイッターにアップされるかお楽しみに。さあ、ハードルが上がったところで日野くんですよ。またこの流れですよ、日野さん。我々これすいません、めまいがしてきました。頑張ってください。なんか分かりました。これ多分僕が間違ってたんですよね。違う、間違ってない。日野と僕が間違ってた。方向修正してくれ。ここで戻してくれね、そうなんですよ。なので、こんばんは。違う、やめろ。お前の山の道だぞ、そっちは。今振り返ったらみんな本当にやんのかって顔してる。大丈夫です。なんとかちょっと軌道修正します。軌道修正して、はい、徐々にしていこう。お願いします。はい、いきます。僕にとってカムイは
とても大切な存在の一つで、そんなカムイを通して銀魂の10周年を会場の皆さんとお祝いすることができて嬉しいです。カムイを演じられたから感じることができた思い、自分をまた一つ成長させてくれた彼と銀魂に感謝、日野聡。あった、おー、これこれ、これですよ。これだったんですね。素晴らしい。これだって。よかった。大事、こういうの大事。素晴らしい。すげえ。マドロさん、これです。あ、まだですよ。まだ行かないで。まだ行かない。早い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 。次は弊社小野が。小野君が。小野君が。せつながら。私が。小野君が梅雨払いするから。せつながら。小野頼むぞ。あ、わかりました。分かってるな。分かってるな。今の流れが、流れはよく分かりましたんで。それではですね、思いを込めさせていただいたので読ませていただきますね。皆様、まあいいか、それはね。いいぞ、いいぞ。じゃあ、いきますね。俺は好きだぜ。銀魂10周年、そして僕も今年デビュー10周年です。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。それもあって、翔ちゃんをどこか戦友のように感じています。どこまでもまっすぐで、真面目で、モブ顔の翔ちゃん。最後の瞬間、真っ先に浮かんだ言葉はお疲れ様でした。ゆっくり休んでください。僕の大切なダチ公よ。お願いし、ありがとうございました。綺麗。いいよ。ありがとうございました。小野君、正しい。ありがとうございました。この流れを踏まえてまとめた。これです。これだね。お願いします。これです。まあ、今更もうツイッター改変できないです。これでやるんだね。それでお願いします。将来、おい、お医者さんごっこをやるのが僕の夢です。1年3組、伊藤鴨太郎。嘘つけ。死ねばいいのに。死ねばいいのに。出たー。いただきました。聞けた、死ねばいいのに聞けた。じゃあ石田君に怒られたんで真面目にやります。できればそれで。仲いいな。銀魂10周年おめでとうございます。僕は銀魂の動乱編をやれて嬉しかった。この伊藤鴨太郎というキャラクターに出会えてよかった。このことに感謝します。がとう、ありがとう。PS 石田くん、今度銀魂の収録に行った時はコーヒーのポーション一緒に探してね。窓の岬。なんだろうな、最終的に石田さんへのラブコールで終わったんですよ。仕方ないな。やったー、乗った、出れた。出れた。さあ、そんな中、その石田さんです。はい、おお。カツレ役としてアニメ銀魂に関わらせてもらって早10年。その間にさまざまな形で笑いとは何なのかを教えてもらいました。それでも未だ日常生活に生かせるまでにはなっていません。僕に足りないものは何でしょうか。妄想ですか、仮想ですか、教えてください、石田明。素晴らしい、素晴らしいメッセージです。よし、心の叫びでしたね。本当ですね。じゃあ、美香子ちゃん。はい。はい、みんな、ありがとう、キビウンコ。マドロさん、トウキビウンコです。説明になってねえよ。いや、あの子はウンコを食うキャラクターなんですよ。やめろ。違う、殴っていいぞ、これ。本当に殴っていいぞ。そうなんだ。違う。こらこら。それでは、読ませていただきたいと思います。貞治を演じて10年。
気づけば貞治そっくりな犬を飼っていました。私のツイッターでぜひ確認してください。そしておつーちゃんは両国で毎回歌わせてもらい、プロデューサーの池内さんには本当に感謝しています。2016年アニメに出番はなくとも記憶に残る私にとって最高のアイドルです。高橋美香子。まあ軽く自分のツイッターに人を引き込もうとしてましたけどね。フォローしてね。もうさあここからは新選組ですよ。太田くんから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。呼びます。10年の間で銀魂の世界でも様々なことがありました。それは山崎さがる、そして私を成長させてくれました。本当にありがとうございます。ここまでやってこられたのは空知先生をはじめスタッフキャストがみんなの笑顔を見たかったんだろうなと僕は思いました。太田哲治って作文。ありがとうございます。いいけどね。ツイッターだけどね、うん、じゃあ鈴村くんお願いします。はい、ちゃんと書きましたんで。さらば新選組編の収録を終え、よろずやだけではなく新選組にも深い絆があることを再認識しました。このメンバーと10年を共に走り切れたことに感謝。新選組とはしばらくお別れですが、またおいしいところで戻ってくることを起きたのように虎視眈々と狙っています。鈴村健一。素晴らしい、素晴らしいですね。じゃあ中井君。はい、お願いします。10年を振り返って何も変わっていないことに驚きます。昔からかっこよかったんだなとか、相変わらずバカやってるなとか、相変わらずって悪くないです。むしろいい感じ。銀魂とファンの皆さんと私たち、何年経ってもまた相変わらずでお会いしましょう。中井和也。いい、しみるな。すごいな、詩人だ。俵町みてえだ。褒められた気がしねえ。褒めてる、褒めてるよ。褒めてますよ。本当に。じゃあ千葉くん。はい、はい。じゃ あ読ませていただきます。いや、どうしたどうした。ちょっと字が見づらくてね。いきます。Now 銀魂イベントお楽しみ中。もうすぐ終わっちゃう。なんか寂しいよね。楽しいとあっという間だよね。そんな感じで10年経ったわけです。毎回収録が楽しみだからまだまだ楽しみたい気持ちでムラムラします。ダメだろ。まずは節目の10年突破おめでとうございます。千葉進む。じゃあここからよろずやです。行きましょうか。行きに行きましょう。行ってきます。銀魂10周年を皆様と一緒にこの場所でお祝いできることが本当に嬉しいです。大好きな人たちと、そして皆様と終わる終わる詐欺に一喜一憂しながらの10年間、これからも銀魂をよろしくお願いいたします。釘宮理恵。
では大輔さんいますね。よいしょ。はいはい、どうも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 。両国ナウ10年経った感じがしませんね。最初のアフレコから気持ちも精神年齢も変わってない気がします。きっとこのあと10年も坂口大輔。なんかおしゃれ。いってらっしゃい。さまざまな極みを適材適所でゲスも二重も月下の剣士も今日は仲良くしましょう。戦国バサラ10周年さくら20周年おめでとうございます。そして銀魂10周年次の11年目に向けてもう動き始めています。みんなと一緒に一緒に、ざわっとしたけど、ざわっとした。ありがとうございます。まあ3月が終わるらしいですけどね、アニメ。まあね、終わっちゃうんだよ、終わっちゃうんだよ、うん、まあとりあえず前に出ましょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ窓野さんは一回後ろに下がってもらっていいですか。はい、はい、じゃあこの並びになりまして、はい、まあそろそろ締めていこうかと。ちょっと待ったなんだ何今回も空知先生から手紙を預かってきました。やっぱり読んどくれ。はい、両国にお越しの皆様、そしてライブビューイングをご覧の皆様、今日は銀魂晴れ祭りのためお集まりいただきありがとうございました。そして相撲取りでもないのに土俵の上でふんどしライブを披露してくださったアーティストの皆様、ゲスどもがはびこるアーティストの中で皆様だけが業界の良心でございます。本当にセンテンススプリングでした。そして琴将棋でもないのに土俵の上で言葉うアフレコを披露してくださった釘宮さん、高橋さん、小林さん、君たちは悪い極みに引っかかっちゃダメだよ。世の中悪い極みがいっぱいいるからね。ゾーンという名の天衣無縫の極み鏡とか、あれおやおや、あれ歌はリリンの生み出した文化の極み石だとかね。 LINE は空知先生とだけするように。それから叩けばいい音が鳴るだけのポコチン10本、増えてるな。略しておそ松さんもありがとうございました。おそ松さんと言いながら一本嫌味も混ざってるようですが、若干売れてるからってあんま調子に飲んじゃねえぞって藤田監督に伝えておいてください。言っとくよ、俺は赤塚音帯のおそ松以外認めない解雇中だからって腹パンしといてください。しとくよ。ということで現在大ブームのおそ松さんの藤田監督、嫌味役の鈴村さんもがっつり絡んでる銀魂、よかったらおそ松さんと一緒にブルーレイとか買ってください。お前ががっつり乗ってんじゃねえかよ。それじゃあ嫌味いつもの行くよ。うるせえな。じゃあみんな行くざんすよ。3, 2, 1, シェイ。